にわか。にわかとは、江戸時代から明治時代にかけて、縁石や路上などで行われた即興の芝居。にわか、に仲中、二和歌などとも書く。またの名を茶番。にわか狂言の略で、にわか、つまり素人が演じたことからこう呼ばれる。あるいは一説に、路上で突然始まり、注目を集めたため、にわかに始まるという意味から、 にわかと呼ばれるようになったと伝えられる。内容は、歌舞伎の演目の内容を再現したものや、滑稽な話を演じるものがあったようである。遊郭などで、多くは、職業的芸人でない素人によって演じられた。起源については定かではないが、天の時代の系島原遊郭に、源流の芸が存在した。安永時代の諸書,書に、にわかの芸が登場する。 にわか研究の第一人者でもある歌舞伎研究者、佐藤恵里によると、各々の,の,の地域がにわかと呼んでいる内容は、一落ち,ちの、ついた、コント、に踊り、三四姉妹、四仮装、五行列、出汁や屋,屋台などの作り物と多岐にわたる。長い歴史の中で変化、派生した結果とも考えられるが、このような多彩な内容を中世では総じて、風流といった。この風流は、 全近代までの文学芸術を貫く美意識と別物ではなく特に祭りに迎える神に立て祭る地域社会の民衆の美的行動を言い即席を目指した新鮮な思考をその本質とする。にわかはこの風流の直径に立つ。風流は芸能史の動力として近世の歌舞伎を生み、にわかは近代、明治の新しい演劇である喜劇と新演劇を生み出した。 大阪では、浜松歌国庁の節用期間には、教法時代に、にわかの芸能が存在したことが伺える。法歴、明和時代には職業化され、出し道とんぼり総合教には、にわか専門の舞台が作られた。関西時代以後で、独自の芸名で、江戸、東京の寄席などに進出した。天保時代には、村上都領が人気を博し、その後活躍からのちに、 大阪に和歌の中高の祖と言われるようになる。文化時代以降には、初春帝新玉、初春帝琴玉、法年祭米歌、磁石帝北丸、白蔵帝和楽、小松屋四丸、幕開邸、三木、品野やおなからが活躍。明治に入るまで彼らの門流が活躍した。明治初年には五霊神社、現、中央区にて、柴田関の寄せ小屋を開き、 高座間神社のの吉田関幕町の稲荷座など、次々会場。明治中期には、山和花宝学、秋の家谷氏、初代鶴屋團十郎、大門邸大長、京都の三代目宇治野八茶学が人気を博した。中期以降は、初代、大阪屋町人、その町人に影響を受けた二代目一輪邸花咲、鶴屋團、九郎、後の二代目鶴屋團十郎らが活躍。 二代目花坂は1981年、昭和56年に亡くなるまで一戦で活躍した。以降大正期まで夜明けやがすと、井上灰からなどがいた。一方で、蘇我の野五郎、十郎が庭家を飛び出し、喜劇の興行を打ち成功をする。1933年、昭和8年には、初代鶴や、團十郎の門下の鶴や弾通りらが、 NHK 大阪放送局から大公、太鼓、十段目を全国に生中継した。太平洋戦争後以降二代目花坂の指導の下で二代目路の、ゴロベ衛が二代目大阪や町人や三代目一輪亭花坂を名乗って活動し、以降で白で受け継がれている。これらは新喜劇につながる系譜とされ、松竹新喜劇の旗揚げメンバーであった、蘇我野屋十五は、子役の庭菓子として、 大門邸大長の一座にいた、また初代渋谷天外、田村学府都市も、庭家出身で共に、楽天会の主催していた。現在一般的な漫才などのお笑い文化の、源流であると考えられていて、横山円達、花菱や茶子の円達もかつて庭家の流れを組むときた、一票の久五会にいた、また、円達のかつての相方の杉浦江之助も、鶴屋談、苦労、 後の二代目鶴屋、團十郎の門下であった。他にも、林家染め団、おさむ、林田五郎、林田十郎、浮世帝家学らが、和家出身であった。また俳優として一時代を築いた、鶴田浩二のおじは二代目鶴屋、團十郎の門下の鶴屋団福郎であった。また、大阪府内でも南河内地,地方のみに、独自の南河内和家がある。幕末にはすでに、 岡崎赤貨馬場の創七、四光寺の愛ららが活躍。1879年、明治十二年には、鬼若組,組が組織され、富屋組、川竹組などが、次々組織された。明治後期以降は、初代博多短会が活躍。大正以降は衰退するが、その芸は、実施二代目博多短会、また、実施の三代目博多短会、木村進と受け継がれた。 また平田久月は、にわか、作家として大将、昭和と活躍した。また、初代、二代目と親子で続いた、生田徳兵衛は、生田組と称して明治から昭和に活躍。二代目の孫は、女優、生田悦子として活躍。また、福岡藩黒田氏の御用商人で、にわか氏でもあった十一代目帯や、自平の孫は、戦後に放送作家などで活躍し、 日本放送作家協会九州支部長も務めた、帯屋栄之介でる。反面、メカズラをつけて演じる。この反面は、博多名家カ二課先兵、二若瀬、うんのモチーフにもなっている。古くは、日清戦争以降左官に行われてきた。俊行き組や、運戦せ利兵の運戦組、マちゃん組、日本儀組などが組織された。戦後は、 美濃田又夫がバッテン組、後にバッテン劇団を起こし、1948年、昭和23年に、地元の熊本日日新聞社専属の熊日庭家として、本格的に活動を始め、ラジオ放送で人気を呼んだ。1963年、昭和38年には、大宮と光の伝助劇団と合同公演、翌年の1964年、 昭和39年には地元でバッテン劇団と伝、女劇団が合同公演を行った。団員の中からバッテン、荒川、バッテン太郎、バッテン千代両松、バッテン千々白がきを吐いた。また、バッテン荒川はテレビやラジオでタレントとしても活躍した。また、荒川のバッテン、劇団出身のバッテンジョージは、荒川の意志を受け継ぎ2015年。 平成27年現在、精力的ににわかの講演、タレント活動を行っている。このほか、近畿ら劇団、森戸劇団などが活動している。幕末から存在が確認されているが、長らく途絶えていた。はっきりとして記録が残っているのは、大正末に、二豆卸業であった佐賀県佐賀市西大町の田代、熊市が一座を編成、各地を巡業した。その一座は、 伊藤英城、三浦姫、甲羅春、小野義和、石崎雄一を輩出。戦時中は、佐賀に若の慰門団が組織され、戦後その慰門団は、石崎雄一が中心に、葉隠劇団を組織されから小賀義一、小賀梅子が活躍。梅子は、義一と結婚。梅子は後に、畜氏ミス子と名乗り、1946年に二条町温泉センターで、 工業を打ち以降一座で九州地方を回った。ミスコは2013年、平成25年に亡くなるまで精力的に活動した。他にも、京家桃之助、中村勇、中村福之助、倉木文子らが活躍した。遊郭などでも演じられ、多くは職業芸人でない素人がいった。江戸では吉原庭家として有名だった。これらは、 吉原遊閣の訪還によって演じられていたとも考えられている。樋口一葉の竹比べの中でも紹介されている。関東大震災で多くの資料が消失し、現在でも詳しいことははっきりしていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。